白坂慎太郎です。このチャンネルは株式投資の中級者以上の方が資産を複利で増やし続けていけるように、投資判断に役立つ企業分析を分かりやすく共有している番組です。はい、今回のテーマです。今回はモノタロウですね。株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、予想の結果としては、2389円がですね、上場来高値を超えて、4551円まで上がっていくというふうに予想したいと思います。はい、ではまずですね、モノタロウとはどのような企業なのかということで、はい、モノタロウですね、工場工事用間接資材のネット通販、同分野の米国大手が親会社、個人と小規模業者が主な顧客ということです。はい、基本的にはネット通販の企業であるということで、今見ていただいているのは、スマホから確認したモノタロウというですね、アプリということになるわけですけども、欲しい商品をですね、探して、それでネット上で購入するということで、一番イメージが近いのは、楽天とかアマゾンとかですね、ああいった企業が提供しているネット通販に最もイメージが近いということですよね。ただ、すごくこう対象者と、あとはこう商品っていうのを、すごくこう絞ってるということが言えると思います。一般の個人の消費者の方も、もちろん購入できるサイトなんですけれども、モノタロウが一番中心に、対象にしている顧客っていうのはやっぱり事業者なんですよね。で、実際に、事業をやってる方を、最も、中心の対象として、その方々が、便利に購入をすることができるように、通販を行っている、ネット通販の、サイト運営を行っているということです。はい。で、事業の全体像としては、モノタロウは自社で物流拠点っていうのを持っていますので、在庫を抱えるというビジネスになっているわけですね。なので、まず、商品を仕入れるという、ことをやりますということですよね。製造業者とか卸売業者から、自社の、物流拠点に対して商品を仕入れるということですよね。で、ネット上で、集客をして、実際モノタロウは、集客に関してはかなり、本当にこう、極めてるというか、ものすごいこう多岐にわたる集客を行っていますけれども、もちろんネット上におけるですね、検索エンジン最適化 SEO とか、もしくは、検索エンジンでの、広告を表示させる PPC 広告とか、ああいったこうネット上での集客っていうのはもう当然やってるわけですけども、それ以外でも、例えばファックスだとか、もしくはそのカタログを送るだとか、もしくは、チラシ、パンフレットを送るだとか、そういったこうリアルの手段っていうのも、フル活用して、とにかくこのモノタロウという、ネット上のサイトにこう、最大限こう、お客様見込み客を集めるということをやっているということですね。そして、集客を行って、実際サイト上で、注文を受けて、そして注文が入ったら、自社の物流拠点から、お客様に商品を届けると、そういう、事業の全体像になっているということですね。はい。で、間接資材っていう言葉が出てきたんですけれども、この言葉で確認したいと思います。間接資材の、ネット通販という表現だったんですが、間接資材っていうのは、直接資材に対比する言葉ということですよね。直接資材っていうのは完成品に使われる原材料や器具ということです。それに対して間接資材っていうのは中間製品とか部品ですよね、を作るのに使われる消耗品や工具ということですよね。例えばモノタロウの、非常にこう、中心のお客様の、一社っていうのが、自動車関連部品の会社、工場っていうのが、モノタロウの中心顧客の一社になってるわけですよね。なので、自動車っていうのは、実際1台の自動車を作るのに5万個ぐらい部品が必要になるわけで、最終的には自動車っていうのは組み立て工場っていうのがあるわけですよね。要するに完成車ですよね。車を完成させる完成車を作るための車の完成工場っていうのが、あるわけです。組み立て工場っていうのが。その組み立て工場、完成車を作る組み立て工場で作るものっていうのは直接資材っていうことになるわけですよね。要するに
自動車という完成品を完成品を作るのに使われる原材料とか器具ってなると、これは直接資材ということになるわけです。ではなくて、その実際5万個の部品っていうのはもう本当にこうね、数多くの関連工場、協力工場からに作ってもらった上で、それをこう部品をこう集めてくるわけですよね。なので、まあ、自動車の企業っていうのは、まあ、比較的こうピラミッド型の階層型になっていて、なので、まあ、一番上のメーカーからすると、例えば1次下請け、2次下請け、3次下請けみたいな感じで、ピラミッド型の階層型になってるわけですよね。でそうすると、まあ、部品を作る会社、工場っていうのがいっぱいあるわけです。その部品とかを作る会社、工場の人たちが、その部品、中間製品を作るのに使う消耗品とか工具のことを間接資材というふうに言ってるわけですね。で、桃太郎が主に扱ってるのはこちらの間接資材ということです。だから一般の消費者の方も、まあ、実際桃太郎で商品は購入できるんですけれども、まあ、中心のお客様が事業者であるということですね。はい、まあ、具体的には、まあね、もう本当にものすごい数の商品っていうのをサイト上で扱っているということになるわけですけど、まあ、例えば安全用防具、ということで、まあ、手袋、マスク、作業服、安全服、とかですね、のを扱ってますと。それからまあ物流関係、物流用品、保管用品ですね、梱包用品、テープですよね。まあ、右側の方に行くと、切削の工具とか、ですね、測定測量用品だとか、まあ、さらに右側に行くと建築金物建材ですよね。で、一番右の方はある程度こうメインになりますけれども、まあ、自動車用品ということでオイル、ケミカルですね、自動車補修部品、バッテリー、電装ですね、まあ、こういったものっていうのを桃太郎では扱っていて、当然それらを必要とする、まあ、中小企業の、まあですね、で働いている方々っていうのが、まあ、中心顧客というふうになっているということです。だから、まあ、Amazon とか楽天とか、一番違うのはそこですよね。アマゾンとか楽天というのは一般消費者の方が中心顧客になるわけですけれども、まあ、桃太郎の場合は事業者の方々が求めている、その実際何か製造業とか建設業にでお仕事をされている方が必要としているものっていうのをこう、ね、取り扱っているというのが大きな特徴ということになります。はい、でも間接資材ゆえに小規模事業者が中心顧客ですと。一般消費者の方もこのサイトっていうのは、ね、全然アクセスできるので購入することはできるわけですけど、まあ、中心顧客は事業者ですということですよね。はい、で間接資材の特徴としては、まず個々の商品の購入頻度が低いということですよね。これは常にこう一番上のメーカーですよね。まあ、例えば自動車メーカー の、 その最終的な組み立てを行う完成車を作る工場と比較した場合ということですけど、まあ、完成車を作るってい う、 こう大企業が発注するってなると、まあこうね、結局金一個一個の金額っていうのはやっぱ高くなりますよね。例えばその、自動車を完成させるための工場で使う、例えば産業用ロボットとか、ね、そういったものっていうのは当然金額は高くなっていくわけですけど、そうではなくて、まあ、部品とかを作るための消耗品とか工具とか器具ですので、そういう意味で、まあね、消費財じゃなくて生産財であるということで、まあ、購入頻度は低いですと。でしかも、まあ、金額ですよね。まあ、例えばマスクとか手袋とか、まあ、そういったね、その事業用のマスクとか手袋とかってなると、まあ、金額は当然安くなるということですよね。だ購入頻度が低い、金額は安い、なかなかビジネスになりにくいわけですけど、しかし購入点数ですよね。例えば一つの工場で何十人働いてます、何百人働いてますということであれば、その消耗品とか工具の購入点数は非常に多くなるということです。結果どうかっていうと、まあ、購入者にとっては購入が非常に手間だということですよね。もう逆のこのね、今回の桃太郎っていうのはネット通販ですけど、これがこうリアルの小売りっていうふうに考えた場合、ね、売れる購入頻度は低いと、金額は安いということだと、なかなかこう扱いたがらないですよね。購入頻度は低いですと、金額は安いですということであると、なかなか扱いたがらないということで、リアルだとなかなかリアルの小売店っていう形では、まあ、難しい商品
になってるわけですけれども、まあ、ネットなので、まあ、いわゆるこのロングテールっていうのが働くわけですよね。要するにこう一個一個は購入頻度は低かったとしても、 そういう購入頻度が低いものっていうのがたくさん商品数があれば、トータルの売り上げっていうのは大きくなるっていうのが、まあ、ロングテールというふうに考えられているもので、まさにアマゾンがですね、まあ、そのアマゾンの売り上げっていうのはもうトップ100の商品か、もしくはもうね月1個か2個売れるような商品っていうのをものすごい数持ってるっていう、あのロングテールっていうのが売り上げのかなりの部分っていうのを占めていたりするわけですけれども、まあ、ネットだとそれがあり得るということですよね。だからリアルだとなかなか今まで例えば自動車会社、自動車工場もしくは建築会社で働いてた人たちっていうのが、自分たちが実際に仕事をする上で必要なものっていうのをまあ揃えるっていうのがなかなか大変だったわけですよね。これに関してはあそこの、ねお店で、これに関してはあそこの会社からみたいな感じで、まあ、非常に購入が手間だったということです。そこにまあね、モノタロウにとっては顧客のニーズがあったということで、間接資材は多種多様で小流通は複雑、買うのに手間がかかる、見積もり交渉が必要で適正な価格でタイムリーに物が買えない、探すのにも時間がかかると、まあ、こういうね、お客様が持っていた、まあ、不満というか、まあ、悩みというか、まあニーズっていうのがまあ存在してたということですよね。まあ、なので、モノタロウはまあこういった価値を提供しましたということで、まあ、当社モノタロウはインターネットやデータベースマーケティングなど IT を駆使してお客様の間接資材の購買を効率化し、安く手間をかけずにご購入いただけるサービスを提供していますということですよね。今までは手間だったわけです、ね。なのでなかなかこう、ね、自分たちが仕事をするものを買うって言った時に、一箇所でね、簡単に買うことができないということで、まあ、届くのにも時間がかかってたっていう、不便さっていうのがあったわけですけど、まあ、そのね、あんまりこうなかなか手に入りにくい、間接資材っていうのを、まあ、効率よく安く手間をかけずに購入していただく、そのための、まあ、サービスっていうのが、まあ、このモノタロウっていう、まあ、サイト、アプリであるということですよね。なので、まあ、キャッチコピーとしては早く見つかる早く届くということですね。はい。で、まあ、モノタロウの理念としては資材調達ネットワークを変革するというのを、まあ、理念に、企業経営が行われているということです。で、まあ、どれぐらい市場規模があるかっていうことなんですけれども、まあ、日本国内で、まあ、5兆円から10兆円ぐらいあるというふうに、まあ、間接、資材市場は言われているということですね。じゃあ、競合はどうなんだっていうことなんですけど、当社、モノタロウグループが行っている通信販売事業という分野で見た場合、多数の競合会社が存在しておりますと。じゃあモノタロウの競合はどこですか？通信販売会社です。通信販売事業を行っている企業は競合ですということであれば、多数の競合会社が存在しているということですよね。もうそれはもう数きりない、ですよね。まあ、極論ね、サイトを一つ立ち上げれば、まあ、ネット通販っていうのは事業として立ち上がるので、まあ、ものすごい数の競合が存在しているということです。でまた販売形態は異なるものの、工場用間接資材の販売という分野で見た場合にはさらに多数の競合会社が存在しているということで、じゃあ今度はネットで限定しないでリアルっていうふうに考えたときに、まあ、実際リアルって考えたときに、まあ、間接資材市場っていうのは5兆円から10兆円っていう、まあね、概算があるわけですけれども、まあ、そう考えると、まあ、実際工場で使う間接資材を売っている、まあ、そういう、ね、会社企業っていうのは、まあ、さらに多数の競合会社が存在しているということです。しかしこれら両方を兼ね備えた競合会社は現在のところ多くは存在しませんということです。だからネット通販の会社はいっぱいありますと、間接資材の販売の会社もいっぱいありますと。しかしネットで間接資材を、販売している企業っていうのは多くは存在しないと、つまり、競合は少ないということですよね。だからネット通販で間接資材っていうことになると、まあ、かなり、少ない競合、ということになるということです。
はい、でじゃあモノタロウはですね、まあ、その競合に対してどういう強みを持っているのかということなんですけど、まあ、強みの1としてはまず、取り扱い品目が1800万品目、取り扱っているということです、はい、当社の強みは通信販売による規模データベースを生かした低コスト効率的な販売、ワンプライス主義による透明構成で分かりやすい価格、1800万点の品揃え、45万点の 在庫商品 が実現する利便性、プライベートブランド商品、自社輸入商品で信頼いただける商品を格安にご提供ということで、まあ、品揃えっていうのが非常に大きな強みの一つになっているということです。それから強みの2としてはやっぱり物流センターを自社で構えているということがすごく大きいというふうに思います。やっぱりこうネット通販ってやっぱり参入障壁がものすごい低いんですよね、まあ、極論サイトを一つ立ち上げれば一応事業としては立ち上がるので、だからまあね、まあ、いざ例えばじゃあモノタロウがね、うまくいってるということで、じゃあ自分たちもね間接資材っていうのをねネット通販でまあ売ろうというふうになった時にね、あの実際こう参入障壁の方はネット通販の方で作るっていうのはなかなか難しいわけですけど、物流センターっていう意味では大きな参入障壁になるということで、 なのでモノタロウは、まあ、実際ネット通販企業なんですけど、まあ、かなりこう有形固定資産っていうものですよね、まあ、この物流センターなど有形固定資産などに、まあ、ここ直近 2,3 年っていうのはかなり投資を行っているということです、まあ、こういうこうねある程度の金額の大規模投資っていうのを行ってしまうと、まあ、今から、じゃあ例えば間接資材のネット通販ってなった時に、まあ、どうしてもここの部分で、まあ、モノタロウが勝つということですよね、まあ、自分たちで物流倉庫持ってるんで、だからお客様には、ね、当日注文に関しては翌日までにお届けしますということができるっていうのは、まあね、大きな参入障壁になるということです。あとはやっぱり顧客基盤ですよね。現在の登録者登録会員数は615万口座になりましたということで、まあ、モノタロウにですね、まあ、会員登録しているお客様っていうのが615万口座あるということで、まあ、これがいわゆるネット上でいうネットワーク効果っていうものですよね。じゃあいざ間接資材っていうのを購入できるサイトっていうのがいくつか立ち上がったとして、たとしたときに、じゃあね、いろんなサイトで少しずつ買うよりは、まあ、みんながね使っていて品揃えが豊富なところで買った方がやっぱりね、便利だよねっていうことで、ね、あの結局インターネットっていうのはもう勝者総取りになりやすいわけですよね。もうみんなが使ってるサイトが一番使いやすいっていうネットワーク効果あるね、顧客数まで会員数まで行くと、まあ、そこからこうね臨界点を超えた後、残りのお客さんも全部、ね、その同じサイトの会員になりやすいという、まあ、ネットワーク効果っていうのが働くので、まあ、そういう意味で、まあ、桃太郎に関しては間接資材の、まあね、インターネット通販、アプリというので、まあ、615万の、まあ、顧客基盤を持っているということで、まあ、すでにこのネットワーク効果が働く状態になっていると、まあ、これも、まあ、参入障壁であり強みということが言えると思います。はい、でまあモノタロウのビジネスモデルなんですけれども、まあまず全体像だけ確認すると、1取扱い商品点数をまず増やしますということで、まあモノタロウがまあね強みであり参入障壁っていうふうに考えているのが、まあ結局1800万の、商品っていうのを取り扱っているというのが、まあモノタロウにとっての強みであり参入障壁であるということですよね。それでまあ結局お客様の数が増えるということで、まあいろんなお客様ですよね。まあ主に、事業者、ということになりますけれども、まあ、いろんな事業者、まあ、例えば製造業、自動車、建築、建設ですよね、まあ、そういった、企業、事業者っていうのがどんどん、まあね、顧客数として拡大していくということです。で、顧客数が拡大すると在庫点数が増えていきますと。で、この在庫っていうのはもちろんリスクでもあるんですよね。リスクなので、在庫を抱えないという、まあ、あの経営判断もあるわけですけど、モノタロウは在庫を抱えるという判断をしているということですよね。まあ、在庫っていうのは当然ね、経費にもなるので、ね、あのお金の面では、まあ、正直企業はリスクを取るということになるわけですけど、まあ、モノタロウに関してはそのリスクっていうのを取って、まあ、はっきり言って顧客の利便性の方を重視したということですよね。まあ、当然、モノタロウに在庫があれば、まあね、すぐに、ね、その在庫をお客様に発送することができる、お客様側からするとすぐに、まあね、商品が届くという利便性につながるということで、まあ、モノタロウ自身は、まあ、リスクを取って在庫を持つと、そして物流センター、物流拠点っていうのを確保
抱えているということですよね。まあ、それによって、まあ、いわゆるこう早く見つかる、早く届くっていうお客様にとっての利便性が実現するということで、まあ、4番、売上利益の拡大につなげるという、まあ、これがまあビジネスモデルの全体像になっているということですよね。まあ、ちょっと一つずつ詳しく見ていくと、まず取扱商品点数拡大、これがまあ桃太郎が重視している指標の一つということになります。取扱商品の拡大はワンストップショッピングの幅を広げて、間接資材購買における見積もりや注文にかかる労力の低減につながりますということですよね。まあ、これを普通に事業として企業で購入するってなると、やっぱりね、その見積もり書を取って注文して発注してもらってみたいな感じで今までは買ってたわけですけど、まあ、それをもうね、モノタロウっていう一つのネット上のねアプリで全部購入することができるってなると、まあ、その手間っていうのが全部なくなるということですよね。また取扱商品点数増加に伴い、インターネット検索キーワード数を拡大することができ、キーワード数拡大はまず当社サイト訪問者数を拡大させて、次に新規登録者、登録顧客数増、顧客ベース拡大の2につなげることができますということで、まあ、1800万例えば商品を取り扱っているということになると、まあ、極論1800万の検索ワードが発生するということですよね。だからもちろんモノタロウという一つの一番プラットフォームっていうか、まあ、ホームページですよね。一番ホームのページだけではなくて、商品ごとの、そのページっていうのも結局検索対象のワードになるということですよね。まあ、これは要するにこう再生回数っていうかアクセス数に関するロングテールになるということですよね。一個一個にの検索ワードに関しては検索回数が少なかったとしても、それを1800万も結局検索ワードとして、商品数として検索ワードっていうのを持っていたならば、結果的にはそのモノタロウっていうサイトアプリに対してのアクセス数っていうのがトータルで増えるということですよね。当然そのサイト訪問者数っていうのが結局商品数をたくさん持ってるかゆえに、サイトの訪問者数っていうのが増えると、それが結果的には新規登録者数の増になって、次の顧客ベース拡大につながっていくということですよね。はい、それで2ということで顧客数拡大ということで、日々蓄積していく顧客の間接資材購買行動に関するデータは、当社サイトの検索機能向上を通じて顧客の商品を探す労力の低減に貢献しています。また購買行動データの蓄積は、顧客へ向けた適時な商品推薦等のプロモーション制度向上にもつながり、これも商品を探す労力の低減に貢献しています。さらに顧客ベース拡大に伴い、低売頻度品であっても、販売頻度が上がり売れ筋商品に育っていきます。そして販売頻度を確認し、継続した販売が見込める商品を在庫化します。顧客ベースの拡大は売上、売れ筋商品の拡大となり、それは当社の 在庫商品拡大、プライベートブランド商品拡大へとつながっていきますということですよね。だから商品数が多いですと、だからデータもたくさん増えますと。データが増えると結局そのデータを分析してより最適化していくことができるということですよね。でそのデータがたくさん集まって最適化することができるの でお客様に対してですね、これはどうですか、例えばこれを購入している方はこれも購入してますよとか、あなたにおすすめはこれですよとかっていうのがどんどんまあね、することができるということですよね。なので、まあ結局お客様一人当たりの顧客障害価値、っていうのも最大化っていうのもしていくことができるということですよね。顧客障害価値っていうのは、客単価かける、客単価かける、購買回数ですよね。客単価かける購買回数っていうのが顧客障害価値ということになるわけですけど、お客様が欲しい商品っていう関連商品っていうのをどんどんね、おすすめして購入していただくことによって、一お客様から上がる売上っていうのを、まあ、最大化していくことができる。それはなぜかって言ったら、1800万の商品を扱っていてデータがたくさん集まるから、そのデータのですね、精度、ですよね、レコメンド機能っていうのがどんどん向上していくっていうことですよね。はい、そしてビジネスモデルの3ということで、在庫点数の拡大ということで、午後3時までに注文を受けた商品が在庫品である場合、原則当日、注文当日に出荷し、顧客は翌日に商品を受け取ることができますと。当社参入以前は低購買頻度品の中に受け取りまでに時間を要するものが多くありましたが、このリードタイムの短縮は顧客の受け取りを待つ労力低減に貢献しています。この利便性向上が認識され
されると、その商品への需要が拡大し売上が増加します。在庫商品拡大は結果として受け取りを待つ労力低減とその認識拡大を通じて売上成長4につながります。売上が伸びる商品の中で開発可能なものについてはプライベートブランドで商品化を行います。価格競争力があるプライベートブランド商品は顧客の低価格商品を探す労力低減という価値を提供するとともに利益率も高いため当社の利益拡大にもつながりますということで、まあとにかくまず在庫を抱えるっていうのはこれはまあ、モノタロウからしたらリスクを取ってるわけですね。じゃあなんでリスクを取って在庫を抱えるかって言ったら、それはお客様のためだということですよね。お客様にね、本当に一日でも早く商品を受け取ってもらうためにはやっぱり自社で在庫を持ってた方がお客様にとってはまあいいということですよね。だからお客様の利便性っていうのを優先して在庫を抱える、まあ、この部分に関してはモノタロウはリスクを取ってるわけです。そうすると、まあ、結局早く見つかる早く届くっていうことで、まあ、お客様の満足度が上がりますということですよね。あとはその在庫っていうのを自社で持ってることによって、まあ、どういう商品っていうのがね売れ筋なのかっていうのがより正確に分かっていくことによって、あ、これはこんなに売れるんだったら、だったらね仕入れるんじゃなくて自社でプライベートブランドとして作ろうということにもまあつながっていくということですね。まあ、プライベートブランドってなると価格を下げたとしても実際自社で作ってるわけですから利益率が高いということで、まあ、さらにプライベートブランドが充実すればするだけ、まあ、モノタロウの利益率は上がっていくということですね。はい、そして最終的には売上利益の拡大ということで、売上成長は低購買頻度品を含む周辺カテゴリー周辺への取扱い拡大を可能にします。周辺商品取扱い拡大は取扱い商品拡大1へつながり事業成長サイクルが継続していきますということで、売上が増えます、利益が増えます、だから商品点数を増やすことができますということで1番に戻っていくということですよね。なので商品点数を拡大します。そしたらサイトにアクセスが集まりやすくなるので顧客数が増えます。顧客数が増えると当然在庫が増えると、で在庫が増えると、まあ、お客様の利便性が上がりますと、で自社のプライベートブランド開発にもつながりますと、結果売上利益が増えて、売上利益が増えた分で取扱い商品数を増やすというのをこうぐる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 回すというのが、まあ、桃太郎のビジネスモデルになっているということですよね。でこれによって、まあ規模を大きくしながらお客様の利便性というのをどんどん向上させていくということですよね。リアルでは物流拠点をどんどん充実させていくっていう利便性につながるし、ネットにおいてはネットワーク効果が働いていくっていう利便性向上につながるというのが、まあ、モノタロウの、まあ、ビジネスモデルということが言えると思います。はい、で以下モノタロウの業績面の確認なんですけれども、まずは売上に関しては年 21.8%、まあ、これは直近5年での計算ということになりますけれども、まあ、年 21.8% 成長で成長してきているということで、まあ、売上に関しては綺麗な右肩上がりになっていますということですよね。はい、でこういったシステム系ですよね、まあ、いわゆるこう、ね、あのシステムを構築して、システムが構築された後っていうのはひたすらそのビジネスモデルに経営資源、人物お金っていうのをこうね再投資していくっていうモデルで、まあ、言い方を変えたら赤字を掘る型なんですよね。要するにある一定の会員数が集まるまではずっと赤字っていう赤字を掘る型のシステム開発系のビジネスというふうになっているので、赤字先行になってるんですけど、まあ、モノタロウに関してはもう2004年に赤字の底っていうのは打ってるということですよね。なので、まあ、2005年以降っていうのは基本的には黒字ということです。たった1年だけ2009年ですね、2009年度の決算で、まあ前の年に比べてですね利益が減ってるという年があるんですけれども、この年もでも2009年も別に赤字に転落してるわけではなくて、前の年に比べて利益率の成長がなかったというだけであって、基本赤字だったのは2004年までということです。要するにシステム開発で赤字先行なんだけど、その赤字に関してはもう2004年に掘り終わってるということですよね。だから2005年以降はずっと毎年赤字で、しかも前年に比べて売上利益っていうのをどんどん伸ばし続けてきているということですね。
で、直近では営業利益率が 12.5% ですということです。まあ、このビジネスモデルに関し、しては、まあ、低い。企業全体としてはやっぱり営業利益 10% っていうのが一つの目安になるので、高いっていう言い方ができるんですけど、このビジネスモデルにしてはですね、要するにこうネット通販っていう意味で言うと、まあ、決して高い数字ではないということですよね。じゃあ何にお金を使ってるかって言えば、まあ、それは2つですよね。1つは集客です。とにかくネットのサイト上にアクセスを集めるっていうことで、まあ、例えばね、SEO ですよね、最適化、ネット検索エンジンの最適化だったり、もしくはネット上の広告、PPC 広告であったり、もしくはリアルもやってるので、チラシとかですね、カタログを送るとか、そういったこともかなりこうね、まあ、豆に地道にやってるっていうのがあるので、一つは集客ですね。それからもう一つは物流拠点ということで、まあ、有形固定資産にお金を投じてるっていうのがあるということです。で、最後にまあ人材ということで、やっぱりこうサイトっていうのを常にこう、ね、最適化していかないといけないということで、まあ、顧客がですね、会員登録者が600万口座あって、しかも扱ってる商品っていうのが1800万あるんで、まあ、その組み合わせっていうのがものすごいことになってるわけですよね。600万の、まあね、会員が1800万の商品に対して、まあね、検索をしたり、ね、商品閲覧をしたりしているわけですから、まあ、その組み合わせっていうのはものすごいことになるので、どうしてもそのサイトを常にこう、ね、最適な状態にしていかないといけないということで、まあ、そのデータサイエンティストとか、もしくはシステム開発のエンジニアとか、っていう人たちがどうしても優秀な人たちが、いるということで、まあ、毎年従業員数を増やしていたりというようなことをやってるんですよね、モノタロウの場合は。まあ、なので、まあ、集客、物流拠点、あとは、データサイエンティストとか、そのシステム開発エンジニアとか、その人材採用、教育、こういったものに投資をしているということで、まあ、このネット通販のビジネスモデルにしては、まあ、営業利益率が低いのは、まあね、長期的にさらに成長を目指して投資を続けているからという言い方ができると思っています。はい、ただ ROE ですね、投資家が非常に重要視している指標の一つ、リターンオンエクイティですよね、自己資本に対しての投機純利益率ということで、まあ、企業がですね、お金っていうのをどれぐらい効率よく使ってますかっていうことに関しては 29.4 ということで、非常に高い数字っていうのを維持しているということです。はい、で、生産性なんですけれども、1人当たりの営業利益っていうのが2500万円ということで、売上で見ると、その1桁上の、ね、1人でだいたい2億円ぐらい売ってるということですよね。1人当たり2億円ぐらい売上を上げて、で、1人当たり営業利益が2500万ということで、まあ、これに関してはやっぱりかなり高い数字、ということで、まあ、生産性の高い企業ということが言えると思います。はい、で、ここまでを踏まえた上で株価予想ということなんですけれども、株価は直近では下落していますということで、まあ、1ヶ月単位のざっくりした数字で見るならば、2021年2月19日っていうのが3405円ということですね。まあ、そこから約今半年ぐらい経ってる状態ですけれども、2397円ということで約1000円ぐらい株価は下落していますということですね。で、なぜ下がってるのかっていうことなんですけど、まあ、モノタロウに関しては企業の業績など基礎的指標の面からは下がる合理的な理由っていうのはないということですよね。まあ、売上、利益、もしくは資金効率、生産性、まあ、そういったいろんな要素、まあ、ビジネスモデル、そういった要素をいろいろこういろんな角度から見ていったとして、株価が下がる理由っていうのは基本的にないんですよね。でも現実下がってるじゃないかっていう話なんですけど、にもかかわらずそれでも下がってるとしたら、もうそれは考えられる理由は一つしかないということで、もう株に対しての需要と供給ですよね。もうこれで株価が下がっているという言い方しかできないということです。何かそのね、モノタロウに関してね、なんか問題が発生しているとか、何か良くない状況があるっていうのは、少なくとも公開情報からは全く見ることができないので、だから基本的に株価が下がる理由はないんですけれども、しかしそれでも現実下がっているっていうんだったら、それはもう株に対しての需要と供給、需給によるものだということです。まあ、モノタロウの株に対しての買い注文より売り注文の方が多いからという、まさにね、需要より供給の方が多いんで、だから価格が下落していると、もうこれだけの理由ということです。まあ、考えられるのは利益確定の売りが、増えているということですよね。まあ、しかし株価っていうのは短期では需要と供給、需給で動くわけですけれども、長期
期ではやっぱり企業の価値で動くんですよね。だから株式市場って長期で見れば見るだけその企業価値の物差しとしては極めて正確な判断判定っていうのを行うっていうのが株式市場というものです。なので、まあ、モノタロウには株価が下落するのを正当化する合理的な理由っていうのは特にまあ見当たらないんですよね。よって、いずれ利益確定の売りが一段落して、まあ、再びですね売り注文より買い注文の方がまあ増えるという状態になった場合、まあ、株価が再び上昇トレンドに戻る可能性が高いというふうに見ています。はい、モノタロウはまあビジネスモデルが極めて秀逸でしかも実際に完成してますよね。もうぐる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 あとはひたすら回すだけという状態になっています。なので今後はまあ経営資源を人材ですよね、そのデータサイエンティストとかシステム開発のエンジニアとかそういった人材に投資する再投資する、あとは集客ですよね、例えばネット上の集客もしくはリアルも活用して、リアルからネットにこうね、サイトへの訪問者を増やすという集客ですよね。あとは物流拠点というのを増やし続けるという、ね、この人材集客物流というのにただひたすらひたすら再投資し続けるだけで、まあ、福利で事業が伸びるモデルになっているということです。はい、ゆえに、まあ、いずれ強い上昇トレンドが発生した場合、まあ、上場来高値を超えていく可能性が高いというふうに見ています。はい、ということで今回のテーマはモノタロウ株価予想ということなんですけれども、まあ、現在の株価が2389円ということだった場合ですね、まあ、今の下落トレンドっていうのが落ち着いて再び上昇トレンドに戻った場合っていうのは、まあ、上場来高値を超えて4551円まで上がっていくというふうに予想したいと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をいただけましたら幸いです。そして4つの特別教材をお受け取りいただくことができますので、LINE のフォローをお願いいたします。動画講義を最後までご視聴くださり感謝いたします。いつも本当にありがとうございます。